グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。玄関脇の土のままだったところを土間コンクリート打ちにします。アクセントのレンガ敷きにしっかりと養生をして土間コンクリートを盛んで鳴らします。レンガはコンクリートを吸い込んでしまうためしっかりと養生が必要です。緑のテープはレンガを汚さないための養生テープです。駐輪スペースの土間コンクリート打ちが終了しました。丸い穴が開いているところは排水のマスです。固まるまで蓋を取っておきます。排水の蓋は土間コンクリートの高さに合わせて高さ調整しました。排水の蓋が出っ張ることがなく自転車が止めやすくなります。今流行りのビーチクルーザーを4台止められるスペースです。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。